はいはい、というわけで、水曜マインクラフトの回、金曜マークででございす。ます。こんばんは。今週水曜はちょっといろいろあって、マイクラできなかったので、金曜日にプレイしております。ただいわあ、ま、お疲れ新ワールドの様です。サバイバルワールド水で曜、私の何？わ家ちゃをわちゃ、わら、建築中無でござい事、ます。わらわら。ね、水今曜、日はもう水曜じゃないから取らなくていいかなって思ったんだけど、初めてせっおか邪く魔だしからま取っしとた。こうよという皆様の熱い声援にお誠、応えいたしまし礼て。参待ってました。わほ、水曜という名の金曜、結局そんのなくわだけらないで、ね。一応録画して、そのわちゃ、まま暑いで生す。揚げしとこうかなと。生揚げっていうと厚揚げみたいだよね。わあ、パチパチ。病生揚室げでしのとこうストかレなスと思います。演 YouTube の説人見明てだな。る。水曜、金曜、土曜、おいしそう。せい、まあ、あ水と曜何だけ時間ど、近くなまあ、っ金て、曜だよね。寝が明けまそすしか？て、もうすぐ土曜になる。定点カメラのやつってまだできてるの消さないの？定点カメラのやつはそのうち使うんじゃないの？多分。と思っわあ、て待撮っちてまある。した。移設しとくわ、あれ。わ邪魔くかでな、定す。点カメラのやつ。あそ今こちょっ何とやる通り道の？だから邪魔なんだよね。水曜幕始まるとやっと週半ばって気分になるわ。早い、一週間だったな。金1曜週と間早は。かったな。でも週末。あと、よし、10分そじゃし終わりて、だな。あ、今日は水曜だったピッケね。ル。今日も山崩しだ。ピッケルと、あと、ちょっとまだ平日なんだクラけフのティングテーけ。ブルちょっとわここにほ置いとつ。こう。使うから。今日はピッ何やケるルの？で、ヒカキン禁止ですか？ヒカキン禁止じゃないですよ。ヒカキンお断りじゃないですよ。大丈夫ですよ。ピッケル。ここに、僕は、ガレージを作る。ピッケル、明日雨だからずっと寝てるから起きれガる。レージだ電か灯はいら、くらだ？どうかな？ガレージの前、ピッケル、ネイティブ。ちょっと隙間あっワたコ方がいいよプ、ね。ワコ、ログこイんぐンらしいたかいけな。ど仕事が終わんねえ。ランボルギーニここをに購ガ入。レージを。ランボルおにぎり。ワコスいでて、す。ちょっと、息何子何に何何何し何、ちゃった？かまど雪に乗何何、り込バンんか？だ。ほら、こほのら、ほら、バンすんぞ、雪ほをら。誰がいじっほら。てんの？バンすんぞっ誰？て言えば多分、ランボルいやじつめおがになくぎなる。り。いや、わらわら。溶岩、入れないな。ありがとうございます。雪玉雪か、玉って当たるんわら。だね。雪玉襲撃か、バン、わら雪わ玉ら。当たると思わなかっわた。ら、魔法の言葉ん。魔何法やっの言た？葉。バンスッツォ。魔法のほ言ら、バ葉ンやすっな。ぞ、ほら。バンスッツォバビー。恐怖政治。体調は大丈夫なんか？馬小馬屋は小屋ね、はどここにに作る作の。るここの？ガレージになってるの、ボこコれ。ボン。ここにガレージになってて、ここからボコこうボン。入ってき万て、抑止力。こう出るっていう。抑止力バン。ガレージですよ。魔法のコートバーで、わらわで、らガん。レージの奪い入り始口めた作ろうらかだな。な。ちくわですか？神経質、わらわら。ババババーン。ババババーン。あ、これは扉じゃねえな。馬の名前は、ランボルギーニ、なの？ワランコボルス。ニーギかな。引っランボル越しニ計ーギ。画を立ててる。高さもう一個ないか降りるときに埋まらない？降りるワときコ埋ス、まる？馬刺しか。デス太郎埋まさるんにかしな。ようぜ。乗っねてえ、新るしい歌あったの？パチモン臭い馬だ。明ー。乗っ日もやてる。るランボルアニ、ー。あれ？ボラギノこール、れ引っほぼ越し。ボラギノール、スカイ痛ライい。ン2号がかっけえぜ。これ引っ越し祝いだったんふだわけふど、わ乗ふれるわ。よね、これ。あ、乗れるー、イェーイ。乗れるー、ふぅ。これ首痛くないのかな？グイグイいってる、グイグイ。大丈夫か？これ大丈夫か？我流にしましょう。ふぅ。ピューンいったうぞ。どん38をデリケーイカ役、ピューン。今雪玉が。雪玉が。バンかな、水これ中は。はコツです。雪玉、わらわら、ひひん。ひひん。なんかアスレにうまい人いる。雪玉襲撃だな。ワコツ、雪球投げると抑止力すっぞ。そワコうだぞ、ス、雪玉投げると抑止力すっぞ。抑止力、ダイヤ持ってこないとばスーん。パー抑止力ワ光コツ線。です。光線は違うな。とりあえずここに、馬も倍候補だったか、わら。破壊入り力。口どうしようかな。ババンババンババン。入り口あなんれかバシャッン。ターにしたよね。でシャッターって落無ち理まだすよね。ね。松台までバン。入り口はなしで。なし？抑止力、バンビーム。俺がシやャッめたら。ターってな。
とりあえず下は焼き石にしとこうか。鉄格子、ピストンか。ピストンでいい。ピストンね、1.8 になったらうまくいくと思うんだけど。自動ドアは骨です。ピストン。1.8になるとなんかあのスライムボールじゃなくて、なんでスライムブロックでピストンがすごい使いやすくなるんでしょ？でも現状で違うからさ、ピストンだと1マスしか引っ張れないじゃん、あれ現状だと。かなあ。あれすごいよね。あれすごいいいと思う。スライムブロックでくっつけて。席出た。あれいいよね。あれを使ってガレージが作れる。回路。簡単に。ドアの回路を思い出した。下と上にピストン仕込めば。3マス高さ欲しいんだよな。3マス高さ。喉ちょっとの治ってない。永遠と移動できるよね。うん。またあれを使ったとんでもないやつが出るんだろうな。出るだろうな。1.8 早くなんないかな。でも 1.8 になったら、あれか。サーバー的には難しいのかな。武器とはまだ対応するまで遊べない感じになっちゃうのかな。町会議かな、町会議なのか分かんないけど、喉の調子が悪い。内側と外側にスイッチだな。あ、くっついちゃうんだこれ。いいかな、くっついちゃっていいかな。これ今みんなクリエイティブなの？風か。え、これクリエイティブじゃないよ。いいよいいよ。あ、今入った人かな。あのね、入った直後はクリエイティブワールドになってるんだけど、あのそばにあるね、建物すぐ入ってすぐそばのね、あの井戸みたいな建物にふいっと踏み込むとサバイバルワールドに来れますんで。無言さん、家がどこかわけいらず迷子なう。僕んちね、僕んちどこだろう。地図持ってないからわかんないな。インフルエンザじゃないと思うけど。郊外です、そうです。トライバル夏風は面倒よな。今普通に入れるの？今はい、わかんない。違うな。目の高さの方がいいな。窓は目の高さ。こんな感じ、こんな感じかな。入れないです。友達が今入れないかもしれない。こんぐらいの広さでいいかな。健康には気をつけよう。サーバー繋がんないですね。入れないですね。まだ入んない。あのね、まだ IP アドレスが浸透してないのかもしれない。This way。棒を作りて、フェンスを。あ、そういえばフェンスもレシピ変わるってね。棒これじゃない。あ、道路は白樺にしてるのか。パク、ル参考にさせていただきます。あー、入れないの自分だけじゃなかったのか。うん、このサバ月額課金制だから。わこつ、今何人いるの？今何人くらいかな、わかんない。マジでレシピ。リスト。今エボラ出血熱なっちゃってまさなおきつい。今40人ぐらい、50人ぐらいか。マインクラフトかな？なことないよ。今のとこ 1.8 はいつ予定だっけ？ブッキットは、じゃあいつも通り戻すファイルに入れれ、いかやく、わこつ、この辺でいいかな？これはこの辺ちょっと近いかな。ログイン戦争。とりあえず入れてみようか。よいしょ。はい、あれ？あった。はい、こっち来てください。こっち来てください。引っ張る。エボラって、あ、引っかかる。処置対象じゃないですか。やだ。あ、これ乗れないんだっけ。かわいい。まだ 1.7.1 ここ通れないんだっけ。これあ、通れないんだ。これ 1.5 はガタいいから 1.5 マスは通れないんだな、これな。じゃあこっち側入って、でこっちからこう。よし、これでいいでしょう。馬かわいい。
ヒカキンがログインしました。そしてここに壁、私ここ柱欲しいな。ここに柱を立てる。音消えたぞ。ラグってんのかな。持ったものだけが入れる。バーユ。まあ、ユ。来週の水曜日までやれば問題ないな。ランボルギーニ。窓はこっちの方いいかな。ジンギスカン。いいね。窓こうして。ソンバーユ。よし、こんな感じ、こんな感じ。いい感じじゃない？結構。おお、夜になっちゃうよ。どうしよう。サバイバルで夜ってきついなぁ。お？この、あそこ道あったっけ？あ、そうだ。動画にするのは、このワールドについて、あれだよね、まだ動画にしてないんだよね。このワールド、どういうワールドなのか。ちょっと見せとく？見せとく？忘れてましたね。今ね、ちょっとね、お家のね、建築に夢中で忘れてたわ。ちょっとズルして浮いて紹介しますね。TP した方がいいか。MVTP、サバイバルマルチプレイワールド。よいしょ。はい、こちらがサバイバルワールドでございます。ここが入り口ですね。ここ入るとクリエイティブワールドに来て。でクリエイティブワールドのこの井戸に入るとサバイバルワールドに行きます。2週間前とは結構違いますね、多分ね。結構変わってるよね、多分。2週間前はね、自宅ここだったんですよ。こうね、自宅がね、もうね、あまりにもね、あまりにもいじられすぎてで、ヌドンハウスっていう、なんだマッシュルームスープかまど屋って書いてあって、中に入ると割と住める感じになってるんだけど、だいたいスープとかが入ってたりね。あ、スープ入ってないの。だいたい通路になってるんでね、これね。あ、土曜日だ。本日土曜日になりました。これですこれです2週間前だっけ ?3 週間ぐらい前じゃなかったっけ、あれ。自宅建築中。これが、そうなんですけれども。大変なことになっちゃって。これはね、もうね、ここに住むことはできないと考えたので、僕はね、郊外に自宅を構えることにしたんですよ。あ、このチェスト、僕のプライベートチェストなんですよ、これ。僕のプライベートチェストなんですけれども、もうね、触ることができない位置にね、移動しちゃったから、もうこれ、ほっとこうかなと思って。だってあんなとこに置いてあったら困るじゃん。なんだこれ。高い、わら、金ブロックだけ。天国行き。なんだこれ。矢印ある。あ、これは道案内的なやつかな。ニュータウンエリアシティ。ここが中央シティですね。ちょっとだからさ、動画にできないようなんでやめてよ。大丈夫かな。きっと大丈夫だな。まさか、サバイバルでもあれ作るとは思わなかったな。で、ここが、サバイバルワールドの中央シティ的なところなんだけど、すごいな、シティも発展してきたね。セーフセーフセーフ、多分。あれは別に何でもない、ブロックの塊だから、あれは。問題ないです。問題ない。1メートル四方のブロックが折り重なってるだけだから、大丈夫です。大丈夫なんです。サバイバルで作っちゃうか、あれ。そして、僕の自宅はこちらですね。ニュータウンの方に、郊外のニュータウンエリアにね。ニュータウンエリアといえば、郊外の、ちょっと通勤が大変なところにあるもんですから、こちらね、ニュータウンに自宅を構えることにしました。こちらですね。浦安エリアって看板置いとけばいい。
前川氏的にクリスマスはキリスト教的なイベントだから、こっち通って、ここかな？ここだね。ここだ。ここが、あ、雨降ってきた。ここが僕の自宅になります。桜？他のとこも見てみる？せっかくだから。あ、いい家できてるね、これね。屋根すらない。もうまだ建て作ってないもん。屋根の色いいな。問題ないね、母。屋根の色いいな、これ。怖い。これ露天掘り場かな？怖い。ファミレス。ファミレス。で、ここが牧場です。ね、牧場。クリエイティブモードにできないってどういうこと？サバイバルモードはクリエイティブモードにすることはできないです。これは、僕が自分はズルしないっていうのを分かってから自分はできるようにしてあるだけで、他の人だとズルできてしまうので、他の人はサバイバルワールドでクリエイティブモードにはできないです。クリエイティブのところでできない？サバイバルになっちゃってる？あら、それは申し訳ないですね。ちょっとじゃあ録画中だから、録画終わったら、あ、ワールド1回チェンジすれば戻ります。ワールドね、一回他のワールドに入って、もう一回入り直すと治ってます、それは。多分。集合住宅はここにあるんじゃない？誰か建ててたよね、集合住宅。これじゃないな。集合住宅どこだっけ？これか？あ、これだ。ここ、ここ。ここにアパートがあります。アパルトメント。アパートヌドン。空き部屋あります。入居自由書いてありますね、これね。そこ空き部屋埋まった。埋まったの？マジで。あ、埋まってる。あ、本当だ。一回埋まってる。あ、二回も埋まってる。本当だ、みんな住んでんじゃん、もう。マジで。埋まるの早いね。家賃わかんない。じゃあ空き部屋あります？嘘だな。今気づいたが、一旦ヌードンサバイバルにもいる？一旦ヌードンはね、あのね、アスレワールドにあります。多分。これは3階に伸ばしたりとかもできるし、ね、増築簡単ですからね、マイクラはね。そのうち増築してもいいかもね。今はまあ、録画してっからね、ちゃんと。動画的にっていうのを考えるとめんどくさくなるから、適当に遊ぼっか今日もね。あ、バイバイ。アスレどうやって入るんですか？はい、じゃあアスレの方様子見に行ってみる？結構いいワールドになってますね、サバイバル。サバイバルいいよね、やっぱり。サバイバルって独特の雰囲気あるんだよね。クリエイティブと違って。クリエイティブは自由にブロックを置けるから、デザイナボーな感じするんだけど、サバイバルって住んでるって感じがするんだよね、やっぱり。あ、お疲れ様です、4面さん。4面さんお疲れ様です。あ、マコロロさんお疲れ様です。マロロロさん、お疲れ様です。発展したね。ジョージサーバーじゃないんだけど、これね。何人でやることになったの？だいたい120人ぐらいまで入れる感じなので、多分入りたい人が全員入れるんじゃないかっていう状態ですね。これは、あ、セントスだ。パワードバイセント OS。 はい、サーバーはセント OS で、セント OS の提供でお送りいたします。いや、提供はされてないけど自分でね、自分で作ったけど、はい、クリエイティブじゃなくてアスレチックの入り口はこちらですね。アスレチックはこのスイッチを押すと入れます。入れなかった。あ、入れないぞ。誰だ、入れなくしたの。入れたわ。で、アスレチックの裏には、一旦ヌドンがいます。一旦ヌドン。一旦ヌドンって。あれ、これもしかして切れてる？コピペミスってる、これ。あ、コピペミスってたかもしれない。マジかよ。気づかなかった。上もミスってんな、これ。
うわあ、待ってすげ全え。然気づ2か週なかっ間た。前にこんなところ開拓されないだろうって道、行かなく。わらわら、すごいな。てけえ、わらわら、クオリティ高いな。わら、可愛い新方じゃなくてもネタ、うめえ、ね。わらわら、ちょっとくらいならなお可愛いさ方じらゃなえくよ。て、この、一旦にコラも画像そのんな方にのあっ一た旦顔ヌじドゃンないがのか。わらわら、ごめんね、このハイクオリティで、わらわら、ミントね、さんうま追そ加さう。れました、わサーら、バーについごに。めんごめん、強はい。そう、確じゃあ出信。まごーす。めんごめん、大丈夫かな？下川、こっちが本え、音あ、ごめん。だ。巻き込んだ。ごめんごめん。ごめんごめん。ごめんごめん。本命がハイクオリティで何よりです。いやーいいな。ごじゃあめん家ごめ作ろう。ん、いら。アニメのやつごめはんごそんめなん、に腹こん立たにしちくなは。かったね。あそこまで行くともうネタだから、ギャグのネタかなっていう感じであんまり腹立たしくないけど、ゲームのやつは本当に来るよね。よくできてて増えた。わらごわめんごら。めん。ゲームのやつはね、あとね、謝る前にちょっとためを作ってもったいぶるのがいい。アニメだとそのネいタらっできしないゃからね、ね。わら。さあ、家建てよ本日の定期班は順調です。う。これ録画してんのかな、今。あ、してた、ちゃんと。ビケおー、ットが出た。ちょっと、まさめさん、ちょっと。ちょっと、やめてよ、こういうこと。やめてよ、こういうこと。怖いからさ。整地に使ってね、TNT はね。TNT が好きなのは分かってっから。ね、体中 TNT だから多分体がポロッと取れちゃったんだろうけど、あれね。整地はね、ニュータウンの奥でやってます。もう僕んちね。ロリもあるよ。僕んちのね、奥がね、体が取れた。体が取れた。わらわら だって全身 TNT じゃん、まさむりさん。ここがね、整地中らしいです。これ、ほら、こうやって見るとサバイバルワールドでこの整地はすごくない？こうね、山がね、削れてるんで、これ。山が削れてるんで、これ。綺麗に削れてるね、これ。あ、でもここは整地、奥やってんのかな？まだ整地してんじゃない？多分奥で。バージョン変わったのかなっていう感じするね。ああ、設置してる、やっぱり。作業中ですね。ここで整地してるようです。ああ、そうだ。Linux せっかく導入したんだから、ウェブページでマップ見れるようにしたらいいかもね。確か、プラグインであったよね。あれを、そのうち導入しましょう。あれ欲しいよね。あれ見れるようにしたらいいよね。裏もすごい。裏って反対側？本当お疲れ様です。いつもお世話になっております。そうそうそう。できないってことないけど、専用のサーバー PC を用意しないと多分重いんだよね、配信しながらとかだと。だからそういう意味で専用 PC できてからありなのかなって。裏側ってこっち？裏側ってどっちかな？奥か。でもあれか、あんまり負荷かけると重くなっちゃうのかな。ハードディスクのね、処理とかが重いかもしれない、もしかしたら。裏ってどこかな？ルーターいいよね。ルーター変えただけでやっぱ相当違うね。40人で限界だったのは何だったのか。60人でものすごい重かったもんね。今はだいたい100人ぐらいで安定する感じ。もっと止まっちゃった。はい、皆様からね、こじきをすることによって皆様のお金で買わせていただきました。僕は1000円しか出してません。すいません。1000円しか出してません。 SSD はちょっとどうなのかな。ありがとうございます、おかげさまで。おい、人んちに畑作んなよ、これ。人んちこれどうすんだよ。どこで飯食おうとしてんだよ。あ、なになになにそれ、なにそれ、これなに。完
あ、ガラスだ。ありがとうございます。差し入れかな？ありがとうございます。ガラスの差し入れいただきました。どうもどうも。これいいですね。建築するときにありがたいやつ。どうもどうも。これあれか、デザイン的にはデザイン的にはこう柱の位置はこっち、ちょっと外の方がいいのかな。外じゃなくて、こう、ここに、家はね、建て直しですね。なんかでも、ここの町にも人が増えてきてる感じするんだよな。大丈夫かな。この家もね、通路になりそうで怖いんだよね、ちょっとね。あ、どうも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 。いやいや、そんなに差し入れ、今作業中なんで、そんなに差し入れしなくて結構ですよ。大丈夫ですよ。ありがとうございます、でも。ありがとうございます。よいしょ。楽しそう。わら。あれ？あ、階段つながっちゃうのか、横の階段と。そうか。ここにね、こうね、こういう感じで。お、できた。こう、よくあるやつ。よくあるやつを作りたかった、こういう。じゃあ床板を貼ろう。床板何色がいいかな。畳っぽいやつないかな。畳っぽいやつ。そう、換気口、換気口。そう、ちびトトロがいる。アリエッティが住んでるやつ。かな。ちょっと違う気がするな。玄関がないんだよな、これだと。玄関がなくなっちゃうから、玄関を前に出そう。玄関をちょっと出します。玄関を出して、で、半風呂、半風呂、玄関をこう作ってあげて、難しいな。え、これ何に使うのこれいやいや、そんなにね、無理して差し入れしていただかなくても大丈夫ですよ。自分の作業をしていただければ。なんか毒入りのポテトがあるんですけれども、これは一体毒殺されようとしている。難しいな。まだ入れると思うよ、人数増えたから。玄関難しいな。今放送 30fps のはずだよ。30だね。おい、ちょ、あれ、おい、おい、人参出してる？誰か人参出してる？ちょっと押し込む、これ。あれ？どっから出てきた？こっちから回って出てきたのかな？ね、まずいね、これね。ちょっと閉じ込めとこう。よしよしよし。OK。閉じ込めとこう。そして、おう、でも、録画中だしな。綺麗に映すんだったら、そもそも、この解像度がね、もっと小さくした方が綺麗に映るんだよ。そうかな。下を掘って、下を石にしよう。焼き石できたかなって。作ってねえじゃん、焼き石。焼き石作っとくつもりだったのに。焼き石ちょっと待って、ちょっと避けてくんないかな。これちょっと避けてくんないかな。はい、ありがとうございます。あ、そう、
大丈夫大丈夫。しないじゃんと言うと焼け石もらえるぞ。わらわら。あ、じゃあ言わないで、言わないで作る。あの、これはね、自分で作るという楽しみもあるから、そんな無理してみんな作ってもらわなくても、自分の作業してていいんだよ。自分の作業しててね。ね。無理して作ってもらわなくても、僕は自分で作る楽しみを今追求してるんでね。まあ、もらえるもんはもらっとくけど。姫プレイ。今日は水曜だよ。かっこ。今日は水曜だよ。かっこ土曜日。今土曜日だけど水曜だよ。玄関が。これはね。どうすっかな。このゲームの業界だと水曜です。俺が一番可愛い姫。サバイバルだわ、すごいね、かなり生活してる。そうそう、サバイバルかなり生活してるんですよ。みんな曜日感覚ずれすぎ、マイクラやってんだから。どうすっかな。マイクラやってんだから水曜に決まってんじゃん。家の地下掘ってたら誰かのブランチ跡にぶつかっちゃった。それは多分埋めても怒られない。ブランチしてるってことは、水曜だよ。もう掘り終わったってことだから。よくある。埋めちゃえばいいんだよ。よし。ここにこうやって、ああ、不便になるな、これ。作業用の、作業用の、この、建築じゃなくて、この、これが、邪魔になる感じになっちゃうやつだ。あ、そうそうそう、かけられる。玄関前に出すぎかな、これ。玄関一番最後にしよう。玄関前に出しすぎだな。庭がなくなっちゃう。値段、あ、ありがとうございます。でもちょっと変えます、これ。一段下げます。今日は画質が一段と悪いね。雨降ってるしね。よいしょ。こうかな。リアルでも電子殺しドアが不自然。ドア不自然？中の方いいかな。ここの位置の方いい？こういう感じ。あ、悪くないよ。悪くないね。ここにね、そんでね、レンガ的なやつを、石レンガを作る。こんなもんかな。石レンガでこう、通り道を。石畳っぽくていいね。こういう感じ。あ、いいんじゃない？これ。悪くない。あ、そうそう、どうぞどうぞ。いいね、ここまでかな。玄関の中は、あれ？土曜日じゃね？え？いや、まさかそんな。マイクラやってんだから水曜でしょ。そしたら、ここにもちょっと通り道作ろうかな。またそんな。今日はいつまでやろうかな。決めてない。何も決めてないんだよね。ですね、ここにも。あ、そうか、夏休みだもんね。こういう感じでちょっと屋根をつけとこうかな。通れるようにしとく。
取れるようにしてたらいいんじゃない。ジョージサーバーだと、あの運営がね、真面目にやんなくちゃいけなくなっちゃうんでね、それがすごい辛い。個人的に楽しみたいだけなんで、ぶっちゃけ言うと。だから、どうしようかなっていう。あ、じゃあ、どこで、どこに？上、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 上。こういう感じで。ここは無鈍ワールド。無鈍の世界。パソコンにも負担かかるからね。そうそう。あとね、サーバーパソコンがふわーんってずっと言い続けて、夜が寝れなくなる。あ、ここにこういう感じ。つまり俺らは無鈍の一人遊びに巻き込まれてるだけということ。こういう感じで。違うな。もうちょい屋根下げよう。これね、僕の自宅作ってる。旧自宅がちょっとみんなの通り道になっちゃったから、新しい自宅作ってる。こういう感じで。一人でマイクラは寂しいからね。今日のクラフト館渡り廊下的な、そう、渡り廊下的な感じに。ハウスがあれだっただけで基本点数いいよね。そんなことない。最近やっと、あ、窓ない。ここに窓欲しいじゃん。ここに窓が欲しい。窓欲しいわ。キノコハウスもなかなか。屋根いらないか。屋根もっと上につけようか。建築時にジョブチェンジかな。だって風呂屋って屋根もっと上につけよう。閉鎖的な家。犬小屋見てもそれえんの。傘ささないでガレージ行ける。入り口がない。矢印窓がない。ガレージはあのもう一箇所家の中から入れるような入り口を作るべきだと思う。多分室内もっと高くする。それはなあ、どうかな。このぐらいでいいんじゃないかな。高さ的にはお家の中が湿っちゃってしょうがねえな。これここ窓ね。これセントスなの？これセントスですね。あ、ゲームのクライアントっていうかプレイしてるのは Windows。 ソフト付けの家作ったことあったよね。あれ好きだった。あれ良かったね。ピストンだらけのマイハウス。窓は後からはめた方が楽だよ。アスレのサボテンの上の糸間違えて壊してしまいました。あらあら、いかやく後で直します。どうしよっかな。入り口は全部じゃあ原木にしようかな。入り口周りは全部原木にしちゃって。黒いなこの家は。この家は黒いぞ。黒いっていうかなんか色が濃いな。色濃くね。うん、使いすぎ感がある。いや、いいと思うよ。いいかな。重々しい。重い感じはするね。じゃあ丸太、丸太感を出すか。こういう、あ、違った。原木を柱だけとか。あ、縦になっちゃうな、これ。使うと軽やかになるな。雪風呂とか羊毛とか。音楽流れないんだけど、これはしよう。どうでもいいんだけど。流れてるよ、今。めちゃくちゃ荒いね。真下、真四角。白樺とかは使わないの。どうなのかな。砂にしたら。和骨、サバ入れるの？今入れるよ。今ちょっと待ってね、家作ってて忙しいから。俺の家のところ穴掘られてた。どんまい。建築用じゃない穴だったら埋めちゃっていいんじゃないのかな。こういう、こういう、ダメだー。
かっこ悪い。かっこ悪い。ちょっとアイテム大きすぎ。プレゼントはね、プレゼントはありがたいんだけどね、僕のアイテム欄がね、きつくなるからそんなにいらないのよね。リアルな話。そうね。柱だけにしようか。原木感がすごいな。ごついね。柵はね、寒そう。今夏だからいいのか。雨降ってきそうだな。でもな、雨がねすごい入ってきそう。じゃあ白樺ゲットする。白樺使うか。ラッタは拡張したんじゃないかな、多分。ハラキは骨組みだけでいい感じよね。うん、そうね。うどんさんのサポートキャラですので、白樺にしてみる。先に柱と屋根だけ作れば建築はね、靴茶でも変わるからな。じゃあ柱だけ。こういうところもいらないかな。こういうとこも柱じゃないとこは全部、うん、縦のみにして、要所要所で原木使って感じしてみる。だから今持ってこられてもありがたいんだけどさ、アイテム欄がきついんだよ。ありがたいっちゃありがたいんだけど、今いらないんだ。もうね、持てないんで。そうそうそう。いい加減にせよ。ラージチェストもきつい模様。姫にサバイバルを楽しませてあげてください。差し入れという名の邪魔。餌を与えないでください状態。ありがたいっちゃありがたいんだけどね。郵便箱作ろう。提案。ほっとけないリスナー。そしたら。床は多くでいいよね。床はね、あんまり白いとあれだから、菓子でいいと思う。床張ろうか。いや、床を張って、ここ床か？あれ？ここ床か？床かな？どうかな？どうかな？家の中に菜園あってもいい。はらきは添えるだけ。畑かな？隣に植林場。ここ床にしよう。これでちょっと広くする。玄関の入り口を広くして、ここに下駄箱を置く。下駄箱、まあこういう感じでくっついちゃうんだよな、これな。あ、ここ壁だからいいや。くっついちゃうんだ。下駄箱はね、どうしようかな。下駄箱はかまどでいいんじゃね、いつもの。畑の存在感。畑がいつの間にか120人まで入れるようになってる。おお、200人入れるで。ただちゃんと動くかは知らない。屋内菜園かな。ちゃんと動くかわからないけど200人まで入れるで。まだ試してない。どうかな。グリーンハウスかな。あれ？家庭菜園、家の建てられちゃった。看板かけてなかったっけ、ここ。しまった。これね、肉角使って、こう、ぶち抜こうかって思ってたんで。柵なかった？柵じゃなくて、ここに看板なかったっけ？看板撤去しちゃった？マジか。
狭くなっちゃうな、お家が。縦に伸ばそうか。看板したはずなんだけどな。ちゃんと看板しとかないから、放送見てなかった人がいたか。あれ看板あったよ。バンかな、やられたか。バン、五郎ちゃん、わら、あ、バンかな。まあまあまあ。壊さない優しさ。こういう時のためのフォークアイ。看板大丈夫大丈夫大丈夫。あんま変わんない。これがシムシティの世界か。ただ、看板は一つでたりと思っちゃダメ。上に立てよう。ただ、こうね、ここの下をね、僕ん家の下を通路になる感じに、こうね、2階をこう伸ばす、こう横に。2階を横に伸ばす。そうしよう。いいね。お、バンしないのかな？くっつけちゃえ。くっつけちゃう。勝手に人の家に住んじゃう。あと柱必要なところ。途中にも柱必要だよね、多分ね。合間合間に。いいとこに柱必要だと思うんだよ、これ。この辺かな？この辺に。お、川を買いたいって言ってる人がいる。川は何に使うのかな？うどんの隣に住むと、うどんがくっつけますキャンペーン。こうして二人の奇妙な同居生活が始まった。一旦うどんってどういう意味？後で言えば。柱はね、いや違うな、ここに柱あった方がいいかな。距離が夢があっていいね。ごめんごめん。ここに柱があった方がいいのかな。だからそっちに横の柱はいらないのかな。この柱いらないかな。さて相手の性別はいかに。さてじゃあ壁をつけていこうか。プレハブを積み上げるのかな。半風呂って壁とくっつくかな、これ。あ、くっついちゃうか。半風呂でもこれくっついちゃうんだな。どうしたらいいかな。上だけならくっつかない。あれ？なんか豆腐になる予感。いや、豆腐にはならない、きっと。ならないよ。うどん家の食卓。豆腐でええやん。家の土地の買収するなら、それなりの交渉した方が良さげ。冷ややっこが美味しい季節、階段でも行けたんじゃ。あ、階段の方良かったか。みんな大好き、アクアゲ工場。そうだね、階段の方良かったね。ガラス張りで。階段、試してみる？くっつかない！完璧じゃん、これ階段。階段完璧すぎる。何これ強い。なんでわらわら。お、あ、ただ難しい。こう、これでもくっつかないんだ。これでもくっつかないんだ。あ、そうなんだ。確信。じゃあこれでいいか。完全にブロック状じゃないとくっつかない。あ、そうなんだ。このワールドネザー禁止だっけ。このワールドネザー禁止ですね。ネザーについてはそのうちネザー用アイテムを追加します。ネザー用というか、あのネザーに行けるようにはしないです。ネザーのアイテムをなんとか手に入れる手段を作ります。こんな感じだよね。これならくっつかない。いいじゃないか。金のアイテムっていうか、あのね、あれなんだよね。ネザーレンが欲しかったけど今は我慢する。じゃあネザーワールドのマップを表世界にフェードインで。ネザーワールドを作っちゃうとまたね、あのアイテムワープできちゃったりするっていうバグが出てくるから、多分ネザーはいけないようにします。その代わりにあれじゃねって思ってるんだよね。あ、そうなるのか。
なんかログインボーナス的なやつをみんなに配る。ネザーには何なんだっけ。それで、あのネザー用品が買える的な。ネザーをなんちゃんくかむせビットで移転かな。経済プラグインかな。セルフ経済モッドを導入して。そしてビジネスへ。パズドラならぬムドドラか。そう。アスレクリア報酬みたいな。そういうのそういうの。ソシャゲ。ソシャゲ要素。たまにムドンが降らせればいいんや。ムドクラ。経済は振る技多すぎてバランスが。うん、経済はちょっと難しいかもしれないから。ちょっと他の手段考える。経済だとね、抜け技が多いからね。ワールドエディットあれ？選びと交渉変えるとか。あった。今日のログイン状況はどないです。今日はね、こんな感じです。埋まってんのかこれ。何人ぐらいの今。今日100人います。100人か。100人入ってこれなんだ。やっぱいいね。あ、隣の、ま、あ、隣の庭がいい感じになってる。サムライポエムさんち。いいっすね。大丈夫。サムライポエムちゃんちがいい感じになっとる。そしたら、白樺を取りに行こう。クラフティングテーブル44ってなんだよこれ。ウルヨン買うだけ買った。ウルヨンもやりたいんだよな。ちょっと埋めないでよ、やめてよ、埋めないでよ。レコードとか、レアなのはいいんだけど、レアなのいいんだけど邪魔だから埋めないでよ、ちょっと。他の共用チェストに入れてあげて。レアなのはいいんだけどさ。郵便受けいいね。郵便受け欲しいね。白樺お借りします。あ、めっちゃあんじゃん。ブリーチウッド。じゃあガバッと1個もらう。今家1個しかないよ。あの家は僕の家じゃなくなったから。通路になったから。いいですね。今日はちゃんと遊べているぞ。ただそこにアイテムが入らない。いや、額に1個だけ入るのか。1個だけなら入るのか。1個だけなら入るのか。そうか。小さすぎるね。いやでもな、悪くないかもしれないな。柵の上にチェストがやっぱり安定っちゃ安定だな。うちの周りに空き地ね、あるかな。空き地ないんじゃないかな、今。上の方ならあるのかな。だって、僕の家を建つ予定だった場所まで、他の人の家が建ってる状態だから、ここ空いてんじゃない？空いてねえか。空いてないかも。上空はちょっとあの日照権をね、僕は主張します。上空は埋めないでください。僕にあの健康をくださいね。太陽光をください。太陽光ないとね、不健康になっちゃうから。ここの柱いらないな。この柱ね、ない方が綺麗というか、ない広い窓が作れる。街に周辺マップ情報を提供するのはどうかな。わかりやすいと思う。広い窓が欲しいな、この辺に。埋めないでください。フリサバイバルに地下都市作る。サバイバル地下都市か。結構大変そうだけど、悪くないんじゃない。
マップそこら辺になかったっけ。この辺にちょっと大きめの窓を、じゃあこういう感じで。大きいかなこの窓。これは窓大きいかな、ワイドすぎるかな。正規班を呼びましたか。横長、リアルタイムのマップのやつできないの。正規税で番やできるけど今は入れてない。うんね、こっち側はいいかな、そんなに。こんぐらいでいいかな、窓。非課税国なら任せろ、バリバリ。そして、あ、大丈夫でした。意外と丈夫だね、畑。そしてこっちですよ、こっち。ここにね、正直ね、ここに土台の色違うのはダサいな。え？土台の色違うのダサいかな。そう？土台色違う方がいいかなって思ってわざと色変えてたんだけど。色違う方が、色同じ方がいいかな。でこの辺に色違うのかわいい。どっちや、どっちや。じゃあ変えておこう。ここの辺に出入り口が欲しいんですよ。通用口、通用口欲しいんですけど、通用口作るとみんな入ってきそうで怖いんだよな。みんな入ってきそうで怖いんだよ。もう入ってくるもん、ほら。もう入ってくるもん。外側の部分が丸石だとまた変わるね。ええやん、風通しよくて。これ潰しちゃおうかな。このね、この畑は潰しちゃおうかな。後で潰す、後で。優しい、わら。いや、潰しよう、潰す。潰すけど、今はその時ではない。というだけ。多いと、これ、アカシアじゃないんだよ。なぜこんなにアイテムが多いんだい？僕のチェストは。おかしくないかい？これ。どうしようかな、これマジで。勝手に入れとくか、ここに。もうあれかな、捨てちゃおうかな。もらったけど、ありがとう、いらないって捨てちゃおうか。もらい物を容赦なく捨てていくスタイル。焼き石入ってないかな、焼き石。あ、あった焼き石。ほっとくと勝手に中身が増えるチェストとは。焼き石いれば。ありがとうございまして。ありがとうございまして。叩き込んでおきますか。ありがとうございますってですね。チェストにぶち込んで返却しよう。今、打ち込んで返却いたしました。あれ？あ、違う。多くの木が欲しかったんだけど、多くの木を持ってくるの忘れちゃって。正地側のチェストにも入ってんのか。たくさんの多くの木が欲しいんですよね。まあ、パッと出せるのは多分そうでしょう。そういえばなんでコメントではサバード行っちゃいかんのですか。え、今日は特にその縛りはないけど、放置してる時にコメントで他の人がサバアドレス行っちゃうと、ちらっとね、嵐の人がね、さらっとこう詳細見ないような嵐の人がさらっと入って、さらっと荒らしてさらっと帰っちゃうから、だから聞かれてもコメントでは言わないでくださいっていう縛りをつけてた。今特に何もないっすよ、そういうの。家の中に柱ちょっとくどいかな。ここいらないかもしれない、柱。
私ダメ絶対。ダメというかね、めんどくさいんだよね、正直ね。詳細すら見ないやつは嵐じゃなくても中だからな。でも見えるとこに大黒柱必要じゃない。最近の嵐は立ちが悪いのいるしな。荒らしてる人もね、多分ね、人がね、困ってるところね、見て、楽しんでるんだとは思うんだけど、困るっていうよりは、ただ単純にうざいだけなんだよね、あれってね。あれね、なんだろうね、あれね。無論の哲学。ただ単純にうざいだけ。なんだろうね。うん。直すのが面倒なんだよね。かまってちゃんないでしょ。かまってちゃん言ってもかま、かまわないじゃん。だって荒らされたら直すだけだ。かまわないじゃん。かまおうという気にはならないな、特に。荒らされた。好きな子にちょっかい出すあれみたいな。前回の嵐はチューバーだったよ。自分がやったことに対する反応が欲しいんだよ。疑われて嬉しい。ド M、構わんよ。目立ちたがりとか。もうちょいこっちかな、まだ。怒る人いるからね。あ、そういうのは、あの、向きになって怒る人は、あれは多分ね、嵐側としても楽しいと思う。反応したら負け。あれはね、なんかね、あの、楽しいと思う気持ちが理解できなくもない。まあ、やろうとは思わないけどね。無関心より吐き嫌われた方が、無言と繋がってる感じがするから、いかやく、マグマ炎上はシャレにならんしな。ごめん、一旦。嫌われた方が言っても、だって、荒らされたらめんどくせえなーって思うだけで、荒らした人が誰かなんてどうでもいいじゃん。そんなんね、はい、NG に入れときますね、つって終わるじゃん。窓多いかな、これ。ここにね、ね、ね、楽しいだろうなっていうのは理解できる。どうしようかな。どうしようかな、これ。まさに同心。無言は嫌がらせされてもどうでもいいタイプだからな。うん、わら、ネタが欲しいんじゃないか。あの、僕、めんどくさがり屋さんなんですよ。めんどくさがり屋さんだからね、だいたいね、腹が立つ前にめんどくさい。何かやられると。無言の家どこにあるの？僕の家はね、ここです。ビジョンが見えてこないな。階段どこかな。ここに多分、台所がね、ここなんだよね。ここに台所がある。ということは、窓の位置これ違うな。台所がここにある。ここ台所ライン。ここ台所ラインでしょ。で、勝手口。ということは、階段この辺かな？玄関入って右側、あれ、この間取りなんか見たことあるな。この間取り FTV でやったことがあるな、これな。ドラクエの武器屋みたいな配置。階段はあの階段でいいんじゃないかな。新婚さんいらっしゃい。階段はね、あの、カーペット階段でいいんじゃないかな。カーペットって用もあるのかな、今。ちょっと今日チェスト見に行こうかな。チェストが埋まってて、すごい大変だ、これ。どうしよう。チェストが埋まってる。お、種だ。キョロチェスト見に行こう。あ、牧場あるな。ここまで整地されてると羊探すのも大変だね。多分4面さんのね、牧場にね、羊、おお、なんだ、色とりどりの羊が。カラフルですね。原色系ですね。ちょっと4面さんの
ムンムンさんの牧場荒らしに行こうか。色とりどりの羊、ハサミないと、そして白がいない。白がいない。わらわら。羊倉庫の小麦で増やして連れてっていいですよ。嵐、わら。羊倉庫の小麦で連れ、色的に、色的に何がいいかなっていうのがあるから。白でいいかな。階段何色かな。階段。あれ道間違えてんだこれ。町どっちかな。交尾させると何色になるの。交尾させると親の色になるんじゃないかな。あ、そうかも。クリエイティブ縮小するこれ。混ざる。サバイバルなら広い方が楽しいけど、クリエイティブはね、広い方が楽しいのは間違いないんだけど、そんなに距離いらないっちゃいらないんだよね、広さ。色混ざるのかな。あ、多い。ちょきちょきしていこうかな。あ、ちょきちょきするためのハサミがない。混ざった。これもらっちゃう。これ放送開始おめでとう。ケーキ、ケーキ食べとこう。もぐもぐ、なくなっちゃったケーキ。まあいいや、美味しかったから。まさに嵐。盗み食い。あ、これ人のチェスト。これ共用チェストじゃなかった。共用チェストから鉄借りて、借りるというかもらって、道具入れないな。鉱石入れがないのかなこれ。ないね。裏かな。裏なんもないか。掘りに行く。鉄決める。大丈夫なのかな、わかんない。あんまり大丈夫じゃないかも。空き地ないよね。ここに入ってんじゃね。あ、意外と入ってないな。え、マジで。あ、鉄大量に必要だからみんな確保しちゃうのかな、鉄。そっか。ハサミ持ってる。あ、持ってる。あ、誰かくれたのかな。ありがとうございます。でも誰からもらったのかわかんないっていうこの状況。とりあえず借ります。使い終わったらじゃあ近くのチェストに入れとこうかな。牧場近くのチェスト。何色がいいかな。羊多くねえかこれ。これ重いんじゃねえかこれ、もしかして。これが重いんじゃねえか。そんなことないが、そんなに重くはなんないか。あ、でもこれで使っちゃおうかな。ライトグレイウールでいいかな。ピンクウール、ライトグレイウールいっぱいあるからこれ使っちゃおうかな。これお借りしちゃおうかな。ハサミいらなかったね。ハサミここに入れときますわ。じゃあで、こう？あ、違うな。こうか。こんぐらいでいいかな。一応、階段まだ作るかもしれないから、ライトグレーウール持ってこう。あー、どうもどうもどうも。え、なに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 ？だから、いいっていいっていいって。いいって。何もらったのかわかんないけど。何もらったのかわかんないけど。アイテムね、そんなにいいって。鶏くんは、多分、ご飯じゃないかな。食料品ね。サバイバルだとやっぱり飯が結構必要になるから。よし、あ、家完成してきたね。コンビニにでも置いとくとか。コンビニ作ってないね。あれか、僕の昔の家コンビニにしとく。結構立地いいんだよね、昔の家。そうだね、羽は、矢と、あと、ペンかな？
マドヤハ、いいね。本かな、本、本。手軽に本っていうか、ペンっていうか。ここは店員、誰か死んでる、誰か拾っちゃった。拾っちゃった。誰の死体だ、これ。遺品、わらわら、無存イレブン、不吉な、わら。誰か死んでるよ。置いとこう。拾っちゃったよ。捨てたのかな。ここにお墓を。捨てるんだったらゴミ箱に捨てた方がいいんじゃない。あ、どうもどうも。お葬式しよう。じゃあここに、階段を作りましょう。十字架立てとこ。階段を作るんですけど、どうしようかな。やっぱこれだよね、今流行りのフェンス階段だよね。フェンス階段。家に勝手に入られるな、わら。まあそれはでも、そういえば昨日の青鬼、ブロックできるからいいんじゃないかな。有効の階段、昨日の青鬼あげとく。フェンス階段、何階建て？今流行りのフェンス階段を作ります。フェンス階段、フェンス階段知らない？こういう感じかな。気になる。これ劇マインでめっちゃ活躍してたんだけど、これですわ、これ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 ですよ、これ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 ですよ。このジャンプしないで登れるっていう、これ超流行りです、超流行り、めっちゃ流行ってます、これ。すげえ、羊毛カーペットを使ってるのか。これは本当にいいよね。これいいよね、これ大好き。これはですね、劇マインでも解説したんですけれども、まず、羊毛があるから、羊毛っていうかカーペットがあるから、基本の高さ1なんですよ。で、基本の高さ1なんですけれども、フェンスがあるから、フェンスがこうね、見えてはないんですけれども、真ん中にフェンスがはみ出してるんですよ、判定が。それで、マス目の中央だけ 1.5 の高さがあるんですよね、これね。これ死なない、大丈夫？死んじゃうんじゃない？そのうち誰か死ぬでしょ、これ。これ誰か死んじゃうんじゃないの？大丈夫？大丈夫これ。これ大丈夫なの？これ多分ね、そろそろ死人が出るよね。あ、これダメだ。見てると死ぬまでやり続けるわ、これ。見てない方が多分やめる。見てるとずっと続けるわ、これは。いわくつきになっちゃうわ。早く2階作ろう。柱、階段かな？階段で斜めに、誰か死んでる、ほら、誰か死んでるもん、ほら。誰か死んだ。ちょっと、しかもさりげなく捨ててない？これ。人の家にさりげなくいらないもの捨ててない？これ。事故物件だよ。もう事故物件だよ、これ。ゴミ捨て場じゃないから。ゴミ捨て場じゃないから、ここ。そしたら、どこか？ここかな？ここに柱欲しいな。その下には畑があるんだよな。寝てる時にバタバタ聞こえるという事故物件だな。ベチベチ聞こえる、ベチ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 。高騰機が集まってくるやつや、これ。わら、みんな面白いな。わらわら、何階建てにするの？考えてないな、まだ。とりあえずここに2階を作る。あ、ラグってるな、これ。畑の呪いやな。
あれ、ずいぶんラグってるね。何がラグってんのかな。しかも人の家に他人がわらわら入ってきてる。見れないもんかね、何がラグってますっていう。鳥は減らしたのに、人数かな。鳥減らした？人数今何？下に散らばってるアイテムじゃねえの。アイテムかな。エンティティが増えてくから111人。そんなにそんなに多すぎるわけでもないんだよね。アイテムかな。アイテムの表示って変えられたっけ。パトロール監視よろしく。超ラグいね。111人もいるのか。うん、でも制限かけっとね、なかなか自由に落ちれなかったりとか、はい、いろいろあるから、制限かけちゃうとログイン戦争になっちゃったりするからね。あんまり制限かけたくないんだよね。あ、おやすみなさい。うどん宅が片付いてないからラグい。片付いてないからこれなの？これのせいなの？限界かな？ 100 人ぐらいに制限した方がいいのかな？一応クリエイティブで赤石は禁止にしたんですよ。重いからっつって。クリエイティブでねえ、クロックとか作ってる人いたから、その辺は禁止にしたんですよ。マイクラの普及率すごいな。マイクラ面白いもんだってね。面白いんだからしょうがないわ。そしたら、どうすかな。他のプレイヤー止まってる。それラグってますね、それ。何がラグってますっていうのを教えてくれたらいいんだけどね。無理だよね、そんな。よいしょ。こういう感じで1階がこうなってて、2階に登ると、ここがね、ちょっとした、ここにちょっとしたバルコニーが、ちょっとしたバルコニーでしょ、ここ。ちょっとしたバルコニープラスの、どうすっかな。高さ3は、高さ3は狭いかな。高さ4欲しいな、これ。高さ4あるとすごい開放感出るんだよな、家って。4にしようかな。もっと開放感を、圧迫感すごい。うん、4にしよう。高さ4で決定。そうね。4は大きいよ。4の何が大きいって窓がね、まずね、3だとこうなっちゃうんだよね。でも4あると、縦2マスの窓プラス上下に1マス余裕ができるからすごい広く感じるんだよね、これ。3.5 か。いい高さかもね、3.5。3と4の違いはでかいよね。カラスはどうやってって砂を掘ってるんじゃないのかな。 3.5 は光源処理が怪しくてな。光源処理はでも 1.8 で治るっしょ。光源バグ、光源バグがついに 1.5 じゃ 1.8 でね、治るっていう話なんですよね、光源バグ。3だと使わくるよ。初級
負荷はくんのは2でしょ。3程度じゃ負荷はまだ来ない。和骨8になってから買った方がいい。え、買った方がいいってマイクラの話？マイクラはもうやりたい時に買ったらいいんじゃない？ねえ、どうせアップで有料とかそういうゲームじゃないし、アップで無料だしね。それを直すと言ってしまったせいでアップデが長引いている感。え、でも直ってんでしょ。もうね、今日はやんないです。スナップショットではもう治ってるんですよ。マイクラペおもろい。追加要素がどんどん増えてるし。うん、そうなんだよね。今日って青にやるん。今日は青にやんないっすよ。やるとしたらウルフォー。え、もう1時なの？マジで？じゃあ1時間以上やってんのかこれ。何時始めた今日？マジで？まだ0時半ぐらいだと思ったわ。マイクラのバージョンはそんなに購入に関係ないよね。うん、マイクラは為替考えなければ早めに買うだけ安いと思う。安くはな、いかやく。マイクラはもう、値段が決まったから、昔はなんかベータとかでさ、いろいろ値段変動してたけど、今も値段固定だから、為替とか、何、そういう細かい値段気にしないんだったら、サクッと買っちゃっていいと思うよね、マイクラ。値段決まったよ、決まったよ。製品版になって決まったじゃん、値段。してるね。録画してるんですよ、これ。ただ、録画してるんだけど、これね、もう録画する必要ない気がするんだよね、これね。2000円かな、今。何ドル、今。30ドルしないよね。20ドル？大体そんくらいかな。家庭用は2000円だよ。家庭用は2000円っていうの知ってる。2500円くらいか。家庭用の方安いんだよ、やっぱり。箱丸と PC じゃない、PS 版。アルファとかベータとかね、製品版じゃなかった頃はね、値段がどんどん変わってったんですよ、マイクラ。そう、だから僕このゲーム買ったの500円だったんですよ。500円で買ってこんだけ遊んでるってどんだけだよな。今3000円とかでも安いレベルなのに、そう、どんどん高くなってたんですよ。ほうほうほう。それでもフルプライスいかないからね、マイクラ。すごいよね。こんだけ遊んでフルプライスいかない。高いつっても十分安いよ。ホッタ石が復活するようになっとる。お値打ちやで。ワンチャン忘れの予定は？わこ。これちょっと邪魔かな。そうですね。お値打ちなん。ここに棒をやっとけばこう落ちないでしょ。落ちない。こう落ちることがなくなる。この棒いらねえかな。ここからは落ちれる。ここからは落ちれる。うん、やっぱいいよね、この階段。まともにできるの移動だけ。この柱ちょっと欲しいな。PC 重いとかだともうそれはどうしようもないから、プレステ版、箱丸版とか、買うとかね。それぐらいしかないんじゃないかな。ナイフいいかな。モッドとか使えないけど、悪くないよ。コンシューマー版ね。原木で柱、狭くなっちゃうかなと思って。これが狭いんだよ、これが。これが狭いんだよ。くそ。かぼちゃできてんじゃねえかよ、これ。ビタ版欲しいね。これが狭かったんですね。あ、広くなった。おすすめよ。ポケットも超進化したよ。P ね。
はい。あ、避けれなかった。もうだからそうやってアイテム欄を圧迫するのやめて。アイテム欄が。アイテム欄圧迫するからさ。ではとてもじゃないがおすすめできない。P はね、マイクラだけど、割と別ゲーな部分はあるんだよね。そう、操作難しいし、コントローラーでもつながるんじゃないかな、 P 多分。 Android とか iPhone 用のコントローラー使ったら使えるんじゃないかなって思うんだけど。 Google プライの100円チケットついてるペプシロット人以下略あったね。あれ結構お得だったよね。100円分ついてる。150円で150円払って100円ついてるっていう。コントローラー使ったら割といいかもね。最近のアップデー？いつのアップデーかな。でも洞窟とかはまだ追加されてないという話を聞いた気がする。うん、コントローラーあるとやっぱいいよね。されましたよ。あ、洞窟する追加されたんだ。よかったじゃん。じゃあマイクラなったじゃん。じゃあそれはマイクラです。それは無存もこの間やってたよね。プレステ3番追加されたよ。プレステ3番はやってないですね。PE ですね。 PE 前までマイクラじゃないみたいな。いや、前までマイクラじゃなかったよ。あれはついにマインができるのか。そうそうそう、ついにマインができるんですよ。そうなんですよ。違いとしては村人もスポナーもあるよ。大夢の国のネズミのオブジェのおかげで家に帰れた。経験値はまあなくてもいいんじゃないのかな。ボンも追加されたけど、ただ洞窟がないのはマイクラっぽくなかった。たよね、洞窟も炭鉱もあるよ。 P なんとか版は笑ったわ。 P なんとか版は、まあ、PS3 版が発売記念で P やったっていう。あれね、板の欲しいな。出番は湧いたら必ず後ろに匠がスポーンする悪質なバグがあった。イカ略ベトはなんぞや。フミニクトンに潜ってマイクラははかどる。PE っていうのはポケットエディションつって、あの iPhone とか Android 版ですね。間違った。無限マップだけど、正直 PE だったら箱丸とか PS3 版の方がいいかなっていう感じはするんだよね。ちょっと人ん家で買わないでよ。人ん家で買わないでよ。ちょっと ここ柱にしようかな。そう、ポケットエディションですね。お、でもね、世界無限はそんなに、世界無限っていうのはそんなに重要じゃないと思うんだよね、多分マイクラ。では一時鉱石が無限に増やせるバグあって笑った。コンシューマー版で世界が無限じゃないから、あのワールド間のアイテム移動はさせてくれっていうのは正直思うけど。さて、でもマイクラで世界無限は絶対必要なものかっていうと、そういうわけではないと思うんだよね。洞窟世界、洞窟生成はでかいですね。かなりでかい。やっぱ洞窟あったらね、マイクラの楽しさ広がる。全然違うもん。廃校もあるからね。ここに窓つけようかな。結局パソコン、プレステ、箱、スマホと全部買ってるな。もうプレステ3はまだ買ってない。買うかちょっと迷うわ。無限じゃなくていいけど900はせますね。あ、ここ窓にしようかな。クスボクソネさん楽しみで他のものを買う気にならない。わら、 Xbox One キネクトがね、いいよね。キネクト使いたいわ。マイクラはクリエゼイとアドゼイで大きく目的変わるからね。クリエゼイだったらでもどのバージョンでも楽しめると思うよ。開発された
だっけ？開発中とかそんなんじゃないっけ？キネクタプログラミングしよう。サバイバルで建築するから。ここ埋めて大丈夫かな？あ、通れる。そう、サバイバルはね、本当になんか重いな。アイテムを上位するところから始まるのが楽しいんだよね。ただなんか最近それを楽しんでないけどね。最近掘りに行ってねえんだな。欲しいものみんな持ってきちゃうから。掘りに行っていいっすかね。最近掘りに出かけてないんだよな。ここまだ欲しいな。過剰供給だからね。わら、8月に薄で発売予定のはずだけどね。ビタ版、マインも必要だよ。掘っていいすか。みんなで掘りに行こうぜ。みんなで掘りに行こうかな。たまに掘りに行こう。マインしてないよね。わら、うん、最近マインしてない。提案、個人的にはマイクラクローンにもっと頑張ってほしい。窓行きます。マイクラクローンはね、今更感はあるんじゃないかな。掘りに行ってもホエイターが来そう。わらわら、俺の穴掘りどう使う？このワールドでは何するの？このワールドでは普通に生活しております。もう通れる？あ、通れるね。ここに階段つけよっか。あ、多分換気扇だと思う。さーっていう。違うかな。3階建て。穴掘り場、意味深。福笑いだよ。あら、ちょっと様子見に来たら大きくなってる映画。お、結構いい感じになってきたでしょ、これ。食料不足だ。ちょっと古い。ちょっと暗いわ。で、高さ4にするとなると、あ、カーペットしてなかった。カーペット敷かないでいけるわけないじゃん。5年数秒後に分かったわ。1627。わらわら、史上最大のマインクラフト続編はいつですか？それはね、多分匠城のこと言ってんのかな？違うな、 FTB のこと言ってんのかな。ちょっと今どっちもちょっとサボってます。時間があるときにやろうと思って。爆発した。大丈夫かな。僕んちかな。僕んちじゃない。大丈夫だ。誰んち。誰んち。どっか爆発した。クリーパーか。どっちも楽しみにしてます。チュドーン、ドボーン、あ、確認しろです。どっか爆発したぞ。発明家かな。お腹減ってないよ。家が奴が来た。大丈夫かな。奴が来たか。ね、そして今思い出したんですけど、今ね、今まだ録画してるんですよ、これ。でもういい加減にね、あの建築してるだけで、僕はこの録画を編集する気が全くないので、生でそのままね、なんとかチューブにあげようと思ってるんですけれども、さすがに時間が長くなってきたから、ちょっと今日は録画止めようかね。録画止めて、多分来週になったら、あの、出来上がったのがこちらです。てってれーんっていうのが、あると思う。ね。うん、だから止めて、今日は止めます、録画。ね。はい、動画勢の方お疲れ様でした。すいません、なんかね、こんなんでね。申し訳ないですね。失礼します。じゃあねー。